そうですね、現在馬体重434キロになります。ちょっと最近暑さが結構ひどかったんで、まあ、日中放牧で、まあ、適度に休みながら放牧を進めている状況です。順地ももう蔵付けもやって、で洗い場でもうしっかり一人で丁寧に洗えるぐらいまで来てるんで、はい、あとはもう声がかかればいつでも育成厩舎に送れる状態にはなっています。モルガナイトの産駒にしてはすごいです。なんかサートルがよく出たのか、すごい線の綺麗なタイプで、ちょっと今までのモルガナイトとはちょっと違うかなって印象ですね。まあ、距離はまあ1000、6000、8000、まあ2000ぐらいまで、ちょっと長めぐらいまで行けそうですかね。そうですね、兄弟によりかはちょっと長めの距離で行けるんじゃないかなと思います。もう少し兄弟全体的に詰まってますやっぱり。そうですね、詰まって、その体つきも結構もう肉肉しいっていうか、はい、そのベスビアナイトとか、インフィナイトとか、あ、まあそのタネ馬も結構出すタイプなのかなと思いますね、はいはい、モルガナイト、お母さんの産駒自身が、はいはい、もう先日勝った時ちょっと馬伸びた感じがします、はい、お父さん出てきたんでしょうね、はい、モルガナイト産駒やっぱその父のこういい方向に出す印象があって、あ、そのベスビアナイトやっぱルーラーシップなんで、その結構長めの距離で活躍して、はい、ブラックスピネルは、まあそうですね、マイルから、まあ、1000、8、2000ぐらいです。まあ、谷のギンブレット産駒、まあ、らしいそういう適性 でインフィナイトはやっぱ、はい、短いとこ1000、2000、4とかで活躍してる馬なんで、サートルナーリアの初年の産駒ですけど、やっぱサートル自身が活躍した1006から、まあ、2000ぐらいが適性になるんじゃないかなと思います。先生も見に来られてやっぱすごい、やっぱいいって言って、あ、はい、